ははいこんにちはドラッカーが教えてくれる人を生かす系7つの原則で社長のビジョンを確立し経営チームを作り組織に火をつけ卓越した成果を上げるビジョンンン伝道士経営コンサルタント村瀬介です今回はです、ね、経営計画を社長が作る際にです、ね、社長は経営の未来をどのように捉えていけばいいのか経営というものは人、物、お金というものを未来にかける行為ですよね。 未来にかけるるこれリリススクク経営自身がリスクのある行為なんですその中で社長は経営の未来をどれだけ確実に予測し捉えられるかといったことについてビタドラッカーの観点からヒントをお話しさせていただこうと思います。もう一度よろしいでしょうか。経営というのは人のお金を未来にかける、経営自身がリスクを負った行為であるということです。いかにこの未来を社長は的確に捉えられるか、そのポイントについて解説してまいります。それでは早速画面を共有してまいりましょう。 はい経営において経営計画を立てる際において未来を確実に捉えるポイント、えー、まずですねこの前提として昔からドラッカーという人はですねナチスのヒトラーが台頭する前にこれからファシズムの世の中が来る危ないぞという警告をしたりですね大戦争が起きる危ないぞという警告をしたりまたソ連が崩壊する前にですね共産主義のこのソ連邦は必ず崩壊するだろうというまるで予言のようなことを言って周りの人を驚かせたんですね。 ある時新聞記者がピーター・ドラッカーに聞いたんです。ドラッカーさん、まるであなたは未来を予測できているようだ。なぜあなたはそういうことができるんですかドラッカーは言いました。未来を予測することなんてできない。私は預言者ではない。未来を予測できる人間なんているわけないじゃないか。ただね、私はたった一つのことをしてるんだよ。窓の外を注意深く見て、すでに起きた未来を私は捉えてるんだ。 このすでに起きた未来ってピーター・ドラッカーの書籍にもあるぐらいすごく経営においても大事なテーマになるんです経営計画を作る際に社長は未来をそのまま予測する予言することはできません例えば考えてみてください新年が明けるとですね、多くの経済学者、まあ、いろんな出版社がですね、えー、な2000何年経,営経済予測社世界はこうなるなんて本いっぱい出ますけど大体外れるんですよね ほとんどが外れてしまいまいす経済どのようになるのか分かりません。その中で確実性を持って経営計画を立てるためには、すでに起きた未来は未来を社長を見いだすことが大切だとドラッグが言うんです。すでに起きた未来とは何かドラッグの言葉から言ってみましょう。すでに起きた未来を観察し、それが経済的な影響がまだ一般に広まるまで出るまでに自社の利益に変えなさい。もう一度でしょうか。すでに起きた未来を観察し、 経済的な影響が一般的に出るまでに自社の未来にせよなんて言うんです。例えばですね、一番分かりやすい事例こんなことがありました。今、ビジネスでですね、えー、例えば輸入ビジネスなどをやっている方、えー、これ多く思い浮かべる方多いと思うんですけど、アメリカで流行ったファッションのトレンド、アメリカで流行ったマーケティングのトレンドが何年かあと、1年後、半年後に日本に入ってくるなんてことは結構あることなんですね。 例えばアメリカでは YouTube を使ったマーケティングというのがもう1年前、2年前すごく流行ったんです。それが今日本に入ってきて日本の、えー、YouTuber と呼ばれる人とかキーウが YouTube のマーケティングを多く取り入れている。これ時差が生じているんですよね。これすでに起きたこれ未来ですよね。マーケティング先進国のアメリカで起きたことが日本にこれ必ず起きるだろう。この時差の間にいかにこれ、えー、この時差の間にいかにこの先頭に立ってですね、これを取り入れて経済的に 自社の利益、マネタイズできるかということ。これ実際、経営計画においては何がこれ一番のポイントになるかといいますと、ドラッカーこういうふうに言うんです、ね、一番分かりやすいのは人口構造です。人口構造というのは例えば考えてみてください。今、人口は90万人をですね出生人口を割るような勢いになっているわけなんですね。90万人を割るような勢いになってしまいますと、皆さん、人口構造というのはこれ、ドラッカーまさにこれすでに起きた未来であるって言うんです。90万人を割る。例えば、代々木ゼミナールさん。 数年前にですね多く店舗を占めたんですね。90万人を割るとすると、もう例えば15歳から18歳の高校生のような人口、酔いづになるのを対象としているようなですね人口は必ず人数が少なくなる。これまで以上に講師をこれだけ雇っていたのでは、講師がこれだけあったのでは、必ずこれやることができない、必ずあぶれてしまうというのは見えるんですね。 例えば、これ免許のセンターをやっている方なんかもそうでしょう。免許を取る人口なんていうのは、子どもがもし90万人割って生まれているのであれば、それ以上増えるわけがないんです。ということは、これ経営計画において必ずですね私、これ経営計画を作るセミナーなんかでもよくお話しするんですけど、人口構造が自社の経営にどのような機会をもたらすか、またどのような影響をもたらすかというのは必ず取り入れられていなければいけません。人口構造というのはですね必ずこれ 例えば私、釣りするんですけどね、山,山の、渓流で釣りしてますと、山の上でですね、あのダムの水を放水しますと、うーんってあのサイレンが鳴るんですで。10分後、20分後、必ず増水するから避難してくださいってことなんですね。人口構造ってこれと一緒なんです。必ず起きて、まだ影響ができていない。この間に考えて企業は対策を取ることによって、利益にすることができる。えー かっちりとした対策がができるとこれが人口構造の与える影響とということなんです人口構造は例えば皆さんの市場顧客が人口構造をするどんな影響を与えるでしょうかまた例えば労働人口もそうですえ皆さん採用は非常に苦しまれている企業の方多いですよね採用これから楽になることあるでしょうか決してありませんなぜでしょうか人口構造労働人口というのはどんどん若い人口日本では減って移民でも受け入れない限りこの労働人口は減るのです 企業がそれを取り合いになりますね。採用の競争というのはどんどん厳しくなるんです。ですので、ね、社長は必ず人口構造が我が社の経営、事業戦略に与える影響はどのようなものかというのを社内で徹底的にブレインストーミング、考え抜いてこれを入れ込んでおく必要があります。人口構造というのはすでに起きた未来、必ず影響を及ぼすものなのに、 これれを取りり入れていないな企業はあまりにも多いんですぜひですね、まず人口構造というのを必ずこれ、自社に入れるということ。はい人口構造の後ですね、あの実はもう一つ、この予期せぬ成功というのをお話しさせていただこうと思ったんですけれども、ちょっとこれ、尺が長くなりすぎて、複雑になってしまいますので、まず人口構造のところでこれ、一度止めたいと思います、この回はですね、ぜひ、このすでに起きた未来が経済的な影響が出る前までに自社の利益にする。 すでに起きた未来は予測することはできないけれども、すでに起きた未来を我々は注意深く把握する。その一つ、すでに起きた未来の典型が人工構造であるということ。必ず人工構造を経営計画に取り込むということを社長はやられてみてください。この予期せぬ成功については、また次回以降解説をさせていただきたいと思います。ピーター・ドラッカーというのは、ですねここでちょっと解説をさせていただきますと、ドラッカーというのは経営の原理原則と言われる学問です。今日初めて聞いた方もいるかもしれません。卓越した多くの企業が採用される。 採用する成果の上がる成功の原理原則 Google、Apple、GE などの世界的企業ソニー、ユニクロ、パナソニックなどの日本の成功企業の多くが導入しています人間の尊厳を重視するマネジメントドラッカーはマネジメントは人のことである人を生かし社会を幸せにする企業を作るマネジメント学というものをピーター・ドラッカーは発明した経営というものを発明した人がピーター・ドラッカーだと言われているんですね日本思想とも非常に相性よくユニクロの嫌ない会長をはじめて、えー 多くの経営者、キヤノンの坂巻社長、多くの経営者が取り入れているのが、ピーター・ドラッカーの経営なんです。ただ、ドラッカーの経営の原理原則、これ、最強の経営の原理原則です。すべての経営を網羅した経営の原理原則なんですけれども、ここにあるこの赤いこの書籍。 ドラッカーエターナルコレクションという書籍があるんですけどね、これを読むだけでも膨大な時間と膨大な英知が減るんですけど、経営者として非常にこれ大変なんですね。そのためにこれ何をすればいいか。私はですね、ドラッカーを1日でマスターできるこれ原理原則というのをこれ発明したんです。それは何かと言いますと、私はですね、この産業農林大学から書籍を出しているんですけど、ドラッカーが教えてくれる人を生かす計7つの原則、膨大なドラッカーの原理原則をですね、えー、この1冊に集約し、 中堅・中小企業をはじめ上場企業でですね多くの成果の出た事例を集めたドラッカーを7つの原則にあこれ集約しました7つの原則とは何かマーケティング顧客志向でいかに顧客志向の会社を作るかイノベーション新たな変革を作っていくかプロダクティブ生産性成果を上げていくかラーニング学習する学び合う組織を作るかリーダーシップをいかに確立するかリーダーシップの組織そしてミッショナリー使命が立った組織ってのは非常に強いですよねそういう組織 そしてマネジメント、人の強みが生かされ、人が生かされる組織が作るか、いかに作るかというのをです、ね、これ、ドラッカーが教えてくれる人を生かす経七7つの原則という書籍にまとめております。これがですね、ピーター・ドラッカーを1日で私学べる講座というのを実はやっておりまして、ピーター・ドラッカーを学び、社長の経営のビジョンを確立し、そして強い経営チームを作るえ、こういう強い経営チームを作りたいという経営者の方にですね、ぜひおすすめの講座。 これを私がやっている一日でわかるドラッカー感動マネジメント講座。これ、微考欄に皆さんにリンクを貼らさせていただきますけれども、膨大なドラッカーの H、先ほどお話しさせていただいた人口構造を経営計画に考慮すれば経営の未来は見えるであるとか、そういったことが一日で掴むことができるドラッカーの講座をですね、やっております。ぜひですね、この膨大なドラッカーの H を掴んでですね、経営チームを作り、 え組織を卓越させたいという経営者の方、ぜひです、ね、この講座を受けていただきたいと思うんですけど、最後にです、ね、ドラッカーはこういうことを言うんですね。経営の原理原則を導入して経営チームを作りなさい。社長という仕事は一人ではできない。だから経営チームを社長は作らなくてはいけないとドラッカー言うんでですすす優優れれれれたた経経営営ととは思考モデルを共有するここなされますこれドラッーの言葉です。優れた経営とは優れた経営思考モデルを共有することでなされます。 そして、優れた組織とそうでない組織があるのではありません。メンバーが学んでいるか学んでいないだけ何を学ぶか、経営の原理原則を共通思考モデルとして学ぶことで、組織は卓越するんです。組織にドラッカーの経営の原理原則を導入することで、社長のビジョンが確立します。方向性がきっちりと示して、周りを引きつけ、従業員さんに火をつけることができるようなビジョンが確立します。 そして、経営チームができます。社長一人だけでやってるとすごく大変ですよね。社長という仕事は一人だけではできません。社長のビジョンを宿した。そして、経営的な意思決定ができる経営チームができます。そして、メンバーに火をつけることができる。それすべて経営の原理原則を社長が学ぶことでできるんですね。それを1日で学べる講座。私のこの7つの原則を、この1日でドラッカーを集約して、これを1日で学べる講座。1日で分かるドラッカー感動マネジメント講座。ぜひですね、 経営チームを作り社長のビジョンを確立し組織に火をつけ私のクライアンさん業界ナンバーワンの企業さんが多くおられます卓越した経営をなされたいという経営者の新種の経営者の方はですね、ぜひこの講座をお受けになられてドラッカーを経営に導入しまるでユニクロさんキャノンさんソニーグーグルアップルのような卓越した企業を作っていきませんか皆様のご参加をですね、あなたのご参加をえ心からお待ちしております本日はご視聴いただきどうもありがとうございました